意識を別に見せちゃダメってわけじゃないけど、なんとなくね、ああいろいろ終わったよ。まあ終わったっていうのは別になんかそういうよく言う終わったじゃなくてね、おじいちゃんの葬式とかそういうの終わった。俺は別に出てない、単純に精神的負荷がすごいから。お母さんも相当やばくて、なんかすごいあの無理に明るくなっちゃってるからやべえなぁと思ってるけど、俺もなんか泣いちゃったな。なんかなんで泣いたのかな。まあでもなんか不甲斐ないなって思ってさ、おじいちゃんが生きてる間に俺がさそこそこちゃんと稼いだよっていうのを言えなくてさ、それでちょっと不甲斐ないなぁとは思ったけど、まあしょうがないよなって俺は思ってます。まあ選びたくて選んだ道だけども、運命みたいですからね、別に俺がこれやってるのって結局は。俺がこれ好きじゃなかったら俺これしかないみたいなね、これしかないけど別にこれをしたかったみたいな、たまたまこれしかないものが俺が好き、一番好きなものでよかったなと思います。まあ、全然数字とかお金とか稼げてないけど、まあ俺が楽しんでいいかなっていう思います。やっぱりその楽しんでる人間とか、やっぱさ自分に自信を持ってる人間から発せられるエネルギーってすごいと思うからさ、まあ、そういうの目指して頑張っていこうかなと思います。喋ることがないね、なんかしょうもないニュースに触れたくないけど、なんか怖いね、なんか戦争起きちゃうかもしれないでしょ。それは煽りすぎだけど、なんか嫌だな。もっと長生きしてえな。そういう些細なきっかけで戦争って起きちゃうからな。ネットのやつらは第三次世界大戦とか言ってるけど、本当にやめてほしいな。マジでまだやりたいことがたくさんあるのに。絶対死なんぞ俺は。でも絶対死なないからって言ってみんなを踏み台にして生きていこうとは思わない。俺はその誰かを踏み台にしてまで生きていけるほど心が強くないから、今の状態はそうだし、意図的に踏んづけてしまったわけじゃないんだったらしょうがないけどねえ、人を騙してまで生きてはいきたくないな。すごいよね、逆に人を騙してまで生きていこうとする人は。なんかその後の人生楽しくないもんな絶対に。いくら生きてるとはいえさ楽しくないと思うな。どこか楽しみきれないと思う。だから俺はなるべくそういう後悔はしないようにします。はい、ポンタカードちょっと今ねなんか変にショックを受けて、ショック受けた時じゃん、単純に鬱が悪化してるのか分かんないけど、層の状態に入ってなんか急にポンタカード作りました。はい、意味わかんないでしょ。もう意味わかんないから、なんかデビットカードもう一枚作ろうかな。なんかおかしくなっちゃった俺、急にポンタカード作ったし、ポンタカードの個人情報間違ってたし、まあおもれえなと思いつつ、まあ多分ポンタカードは届きません。まあ別にいいでしょう。またね、何週間後だったらね、届きませんでしたってなったら、また個人情報を再入力するので、まあなんつうんだろうな、まあ今休む期間って言ってまた動画撮ってるのはやることないから。あ、でも12時回ったらデカビタ飲めるわ。12時回ったらデカビタ OK 理論っていうのがあるので、それを基準にね、おじいちゃんからもらった金の腕時計、おじいちゃん金のもの好きだったからさもらったけど、なんか時計屋に出して綺麗にしよう、めっちゃカビ生えてた。単純に別に俺時計はねつけたくないんですよ。単純に普通にとか俺の口癖でね、あの全く単純にとかじゃない、そんな意味が全くこもってないけど、多分本当は普通とか単純になりたいんだろうね俺は。単純な存在、シンプルな存在っていうかさ、
普通になりたいんだろうね。やっぱ普通を押し付けてくれた、普通にならなきゃいけないっていう環境で生きてきたから、多分普通に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 っていう、そういうのあるんだけど、全然普通にできないっていう。おもろ。いい笑顔ですね。でも俺、基本的に笑顔はそんな偽りの笑顔はないな。偽りの笑顔ってマジで疲れる。なんだかんだ言ってね、作り笑いするときもね、偽りのない偽りの笑顔です。偽りのない作り笑顔なんですよ。紙の重みでなんか当たってんのかなと思っちゃった。紙に紙が当たってなんか落ちてきたと思っちゃった。変な紙だな。後で切るわ。ハゲてるわけじゃないんだろうけどね。ピシ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 。ガキです。どうもガキです。鬱がひどくなって、なんかもう、俺死ぬかなと思っちゃってさ、もう嫌だね。 もうずっと死のことばっか考え、もうすぐ死ぬんだったらポンタカード作っとこうみたいな。ちょっと意味が分かりませんか。ピュッ、投げキッスをしました。いいでしょ、投げキス。ああ、でも俺金持ちになったらさ、あれだよな、日本のさ、風物詩じゃねえけどさ、そういうのいっぱいやりたいよね。ひな祭り、でもひな祭りね、嫌だな。人形怖えし、鯉のぼりやったりさ、七草がゆ食ったり、餅ついてね。そういうことばっかしていこう。それとディズニーのね、イースターなんたらとかも行きまくろう。なんかそういう、ね、イベントごとに全部ね、なんかね、そういうのと隔離して生活すると、五輪のメダル欲しいな。2020年の五輪のメダル、それだけ欲しいわ。通販で買うわ。買います。東京五輪の、いや、いらねえな。いや、いるわ。東京五輪メダル。東京五輪のメダルって、メダル欲しいなって、やべえやつ。俺が思ってるメダルは違くて、記念硬貨のことね。すごいな。なんか唐突に金メダル欲しくなってくる、やべえやつになってる。 面白。なんか金メダル欲しいなーっていう。確かに金メダル欲しいけどな。でもな、別に普通にね、なんかアマゾンで金メダル買うわ。なんかそこまで頑張ってさ、あんなに頑張って才能とか全て注ぎ込んで金メダルのために頑張ってるわけじゃないからね。よくよく考えてる、なんか頑張ってたら金メダルとか銅とか銀もらえただけじゃん、結局スポーツ選手って。めちゃくちゃ極めて、なんかいつの間にか金メダルもらえてましたみたいなもんじゃん。金メダル欲しいからっていう見合う努力じゃないよな。金メダルのためにさ、やるんじゃ記念硬貨欲しいわ。ちょうだい。記念硬貨だせー。一番嫌なタイプだ。硬貨の裏にその白い刻印みたいなのが入ってる。はい、買いません。やっぱ千円札も記念硬貨も全部出せーな、日本。日本クソなの、終わったな、日本。さあ、まあそもそも効果にそういうデザインを入れるのが本当ね、邪推。デザインを舐めてる。で、それだけはやっちゃいけないってわかるじゃん。なんかがっかり感あるじゃん。コインの裏にそのプラスチック的な白のカラーのやつがやってたら、ちょっとがっかりするじゃん。効果ってやっぱりね、どこまでも効果じゃなきゃいけないって。効果っていうかね、金属じゃなきゃいけないと思う。やっぱセンスないよね。本当にセンスない。子供心っていうかさ、ガキ心をさ、分かってない。ってなわけでね。もう全部センスないって。まあ、そらそうだよな。デザインもセンスないし、地獄だわ。よくわかんねえやつにパクらせたロゴでよかったんじゃねえの。ひど。いやー、でもむやみにやたらにポンタカード作ったわ。なんかもう俺おかしくない、ちょっと。
っとおかしくなってるんで、明日ね、バイマック食べます。俺マックでバイマックしか食べないので、もうって思ったけど、マック今ね、熱チーみたいなよくわかんないことしてるんで、食べに行っちゃおうかな。てなわけでね、終わるのはなんか寂しいから終わらないでおくわ。終わらない、チンポ洗おう。終わらないから洗い終われない。終わらないチンポ洗おう。抜け出したくなる、ふんふんふん。終わらないチンポ洗おう。何言ってんでしょうかね。うん、やっぱおじいちゃん死んでショックなのかな。まあショックなんだろうね。でも葬式でじゃねえからね、実感ってないよな、人が死んでも。でもその身近な人っていうか、ああでも死んじゃったんか、おじいちゃん。まあしょうがないよな。人は死んじゃうからなって言われるけど、そんな知ってるわアホな。言われるけど、いつか人は死ぬからって言うけど、そんなの知ってるっつーの。だから俺もいつ死ぬかわかんねえなーって最近思うようになってさ、おじいちゃんが死んだからとかじゃなくて、だからそれも一つの前兆なのかもね。あー、いつ死ぬかわかんねえなーって思ったら、まあね、人死には俺初めてかもな。初めてだよね、不謹慎じゃないよ、なんか。ああ、初めてじゃないな。お父さんのお父さんが死んじゃったんで、初めてじゃない、別に。あんま会ったことないけど、1回くらい会ったことあるんだけど、1、2回、2、3回くらい会ったことあるんですけど。でもやっぱその時も葬式出なかったな。俺ほんと葬式出るの辛いんですよ。なんかね、俺ね、もう17歳にしてね、じじ、ババアみたいな類性の弱さなんですよ。もうね、感受性が豊かすぎるっていうかね、涙もろ。涙でできてんじゃない、 もろいんじゃねえんだよ。ね、チョンってつついたらね、腫れちゃうみたいな。腫れ、あの、割れちゃう。水風船。涙なんじゃないかな。俺、涙そのものかもしれない。もしかしたら。もろいとかじゃないんだろう。涙でできてるかもしれない。俺の体の水分の。ね。俺の体の水分の 80% 涙でできてるかもしれない。もしかしたら。まあね、でもあんま泣くの我慢してるんですよ。なんでかっていうとね、泣くとすごい頭痛くなるんですよ。強がってるとかじゃなくて、やっぱりおじいちゃんはなるべく俺にさ、辛い状況になってほしくないと思うじゃん。おじいちゃんのためにも泣かないようにする。なんでかって頭痛くなるからね。俺が辛い状況をおじいちゃんが好き好むかっていうと、そんなわけなくて、だから泣かないようにしようって。あんま泣いてないんですけど、俺も泣きたいんだけどね、ほんと1ヶ月1回泣くんですよ、すごい。なんかもうね、情緒おかしいので。あ、もうなんか悲しいことをさ、悲しいっていう渦の中にずっといてさ、悲しいって感情がどんどんなくなってくの。なんでかって、悲しいってキリがないから。悲しいな、寂しいなって思うの。でもそれが1ヶ月に1回来るんですよ。急にね。うん、お腹の痛の腹痛もね、1ヶ月に1回ドバってくるんで、俺いつも T シャツとパンツで腹出して寝てるんですよ。それが1ヶ月に1回めちゃくちゃお腹痛くなる時があるんですよ。もうね、汗が止まらない、冷や汗が、ね、絶対超ねじれてるだろうくらいお腹痛くなるんですけど、でもいつもなんかね、あの妊婦の呼吸法でトイレにうずくまりながらなんとかしのいでるわ。そんな感じです。まあ、そんなことよね。桜井のりおってね、生理ネタ好きだよ。いや、もうマジ生理とかよくわかんねえな。あ、男だから授業受けてねえんだよ。あ、生理の授業って受けないのか、男って。そうだった、なんか女だけ集められてやるんだよな、生理の授業って。男も聞けるかと思ってた、ね、聞けませんでしたね。なんかよくわかんねえんだよな、綿モテの、あ、来たわみたいなさ、あの
主人公の女主人公の弟が好きなやつがいて、生理始まった。何始まるって思っちゃった。マジで俺は分からないし、始まるってことは使わないでほしい。俺の名前が使われてるから。羽島清志郎って本当にいい名前だよな。だからやめれませんもん。こんないい名前のやつが挫折しちゃダメ。まあ挫折はあるかもしれんが、諦めちゃダメだよね。やっぱこの名前を世に轟かせないともったいない。こんなかっこいい名前、羽島清志郎。名前の由来はね、あれなんです。羽島の覇はね、ワンピースです。覇王色もそうだけど、やっぱりドリー・ブロギーのね、覇王色は、まあ覇王色だよなっていうのと、覇気もそうだよな。そうだよ、覇気とか覇王色とか、あと覇国ですよね。やっぱ覇国がなんだかんだ言ってかっこいいからね。あれね、覇国って言ってるのかっこいいから、韓国って言っちゃってるけど、覇国です。ドリー・ブロギーのね、合体必殺技、合体技。あとアベマ TV でね、北斗の拳、北斗の拳、まあ、北斗の拳見てて、聖飢魔覇者ラオウ、かっけえな、覇者ってかっけえなって思って、で、覇者で、覇にしまして、で、ジマがね、真島昌俊さんが好きで、俺、島つけようかなって思って、まあ、覇島ってなんか、語呂悪いなとか言ってる、そんな、北島康介選手って、多分山とかつけるじゃないですか。あ、じゃあ始まりいいか。別に北島康介選手は好きじゃないんですけど、あれ北島康介選手って山だっけ？俺が勝手に思ってるだけかもしれないけど、山じゃないですか。まあ多分違うかもしれないな。山ついて、山だったら島なのかなみたいな適当な理論で、山だったら島って呼んで、山ついたら島って呼んでいいのかなみたいな適当な理論で始まってつけて。で、京志郎の今日はプロトキオって名前で、やってて、前はね、プロトキオの由来は、プロトキラーっていうモンスター。で、プロトキラーが何で好きかっていうと、ゴーレムみたいな頭で、ゴーレムみたいな姿勢で、ゴーレムみたいだなってちょっと思うんです、あれ。で、キラーマシーンの色合い。あとは AI1 から3回行動に連続攻撃っていう、もうね、最高のキャラクターなんですけど。テリーのモンスターまたやろうかな。あんなクソつまんねえゲーム、あんなクソつまんねえゲームにキラーマシーン、やっぱ面白くないよね、リメイクのゲームって。なんか薄ら寒いさ、ストーリーとかやってさ、やっぱ真剣に作ってないんだろうね。子供騙しでやってる感じがして、ほんとつまんない。でもモンスターが魅力的だからうぜえなって思う。なんかちゃんと次回作で本当にキラーマシーン出してほしい。次回作のドラゴンクエスト10だとキラーマシーン出るかな？出ないかな？出てほしいな。出たら使う。もうキラーマシーンだけのパーティーにする。今やってるんです。イルルカは、これキラーマシーン3体とデスソーサーのパーティーなんですけど、微妙。全然強くない。キラーマシーンってね、テリー・ワンダーランドくらいは強かったんだけど、イルルカになってちょっと弱いんだよな。テリー・ワンだったらもっと強かった気がしたんだけど。あと、そもそもイルルカの、なんだろうな、メタルエリアがしょぼすぎる。ほんとうざい。マジでうざいわ。で、イルルカ嫌いだなって思ったけど、鍵が作れるからな、あそこは。メタルの狂王みたいのでさ、めちゃくちゃ経験値稼げたりさ、ゴールデンゴーレム狩りまくってめちゃくちゃゴールド稼げたりするから、そういう良さあるよ。なんかドラクエ9とかは、なんかさ、地図みたいのがあって、それでさ、めっちゃできるみたいな。まあ、それでね、それの違うバージョン、鍵みたいなやつだよね。なんだろうな。名前の由来か。で、今日は、ベーダー卿です。ローグワン。スター・ウォーズ・ローグワン見てはめちゃかっけえな。ベーダー卿です。スパイ、ベ、ダース・ベーダーかっけえな。ダース・ベイダーかっけえなと思ったら、ダース・ベーダー卿って呼ばれてるから、卿をつけるかって言って、プロト卿で。で、その卿を卿士郎の士です。で、士は普通に、あれですね、武士の士ですね、適当に。まあ、清志郎、今の清志郎さんの名前っぽく作りたくて、そもそも今の清志郎さんの今和のの今々しいって字が、なんか昔のアニメに出てくる、
あの忌々しい鉄仮面がどうのこうのみたいのが、それに、あ、かっこいいな、今なんだ、今はの、みたいな、今はしいの、今はってかっけえなっていうので、つけたらしくて、じゃあ、その名前の作り方参考にして、じゃあ、武士のしはしですね、武士かっけえしなって思って、武士だの、剣士だの、いいなって思ってしをつけました。で、今の清志郎なんでね、清志郎さんの C は多分違いますよね。でも、清志郎の C もね、あの、武士の C が入ってると思うので、じゃあ C でいっかって思って。で、ローが、清志郎さんのローだったんですけど、変換間違えて朗読のローになったら、あ、なんか逆にいいかなって、月入ってるし、月入ってんのかっけえなって思って、逆にいいわみたいな感じになって、羽島京志郎になりました。ね、京志郎って絶対聞かないからね、こんな感じでね。見たことない字面ですから、京志郎の。京も、死は分かったとしても、京と老は絶対おかしいからね。老はおかしい。老はそんなおかしくないかもしれないけど、京が一番おかしい。始まっていうのもね、そもそも、な、適当につけたけど、始まるの始まだし、めっちゃかっこいいだろ。まあ、こんな名前やってて全然、まあ、売れないんですけど、まあ、売れないって言って単純に YouTube って結局戦略なんですよ。ちゃんとやんなきゃダメなんですよ。でも戦略が全く浮かばない。わかん、俺にはその才能がないんだと思う。っていうのと、あとわがままなんで、やりたくないなと思ってやりたくないし、別に人気になるために最初はやり始めたかもしれないけど、今はなんか楽しいからやってる感じですね。あと人気になることばっか考えてたらノイローゼになるんで、ノイローゼにはなりませんが、ストレス溜まるし、俺ストレス嫌だしね、ストレスと緊張が嫌い。俺はね、なのでやってますね。まあいい名前だしね、面白いし、これなんかすごい、おじいちゃんが死んじゃった日の夢、すごい悪夢だったわ。単純にめちゃくちゃ俺はつまらないって言われる夢でね。まあでも、ボンプどもには分かんねえかみたいな感じで、なんか弱々、でも俺なんか目標としてはさ、面白い人に、あいつつまんないって言われたいな。つまんないって言われたい、俺は。面白い人に。よしって思いたい。別に面白いって言われるならもっと嬉しいんだけど、つまんないか面白いかどっちか言われたい。面白いの方が言われたいよ、やっぱり。やっぱ、ああ、すごい面白いっすよね、みたいな。言われたいな。ぶっちゃけ面白いって言われるためにやってるのかって言うと、やってるけどそれだけじゃない。結局自分がさ、満足なんですよ。やっぱ自分、やっててもう楽しいの。やってて喋ってるだけでもう楽しい。尋常じゃなく楽しい。これに勝る娯楽がない。ぶっちゃけ漫画も、全然こっちの方が面白い。喋ってる方がやっぱ面白いね。だってさ、喋りながらさ、面白いこと喋れるっていう、喋ってるだけで楽しいのに、面白いこと聞けるんですよ。で、面白い顔がここにあるんですよ、羽島清志郎に。お得、一石三鳥ですよ。ね。で、下手したらお金も稼げるかもしれませんよ。どういうこと？ね。で、暇も潰せるし。暇も潰せて、喋ってて楽しいし、見て楽しい、聞いて楽しい、お金が稼げるかもしれない。一石五鳥よ。もう、もっと増やして一石、ね、22兆くらいにしようかな。22兆兆にしてやる。二丁丁にしてる。一石二丁丁。気持ち悪い。バッズブーンってね。一個石投げたら二丁輪の鳥が一気に落ちてきますね。でもさすがに多すぎたらね、そんないらないよっていうね。いくらラッキーだからといって、限度はあるよっていよくわかんないことわざですが。まあね。やっぱ楽しいんですよ。本当に。偽りの笑顔じゃないぞ。俺の後ろにはマジで誰もいないし、よくわかんない YouTuber でさ、変な仮面かでな、キム・ギニョルじゃないけどさ、おいみたいに言ったらガキとかもどうせ脚本いるじゃん。ねえ、俺は誰もいない後ろに。後ろに誰かいるの、おじいちゃんの背後霊がいるかもしれない。それはわからん。俺にはわからんから、それはね。でもまあ、おじいちゃんの霊はいるかもな。俺がこんなだもん。申し訳ねえな。って思ったけど、どうしようもできないからね。
やっぱり俺にはその自分が楽しむ才能はあったんだけど、伸びる才能はなかったんで、まあでも楽しいからいいかなって。楽しいって最強な気を続けられるんですよ。楽しかったり好きな間を楽しめるんですよ。全力が出せるんですよ。全力以上が出せるんですよ。楽しいと最高じゃないか、そんなもの。やっぱり楽しんでやらないとさ、結局 YouTube なんて街の作業が多いわけじゃん。みんな見てくれるかな、みたいな。運の要素が一番大事なわけで、ほぼ運ですから、俺のやり方だと。でもその運はね、でもその運を待つ間やっぱ待ちきれないわけよ、普通に待ってたら。でも楽しかったら一緒によ。かゆいわ、おまたかゆいね。いや、鼠径部でした。一石五鳥、最低は五鳥よ。すごいな、俺。やっぱ俺って、俺っちすごいな。俺って言ったり僕って言ったりしますけど、別に人格はいっぱいありますけど、人格は精神分裂はしてるとは思いますが、僕とか言ったり俺とか言ったりするので見分けないでください。別に変わらないので、まあ、そもそも決定的に羽島清志郎と俺の本人の人格が分裂してるので、俺は喋りませんよ、普通。本当は羽島清志郎の状態でいたいんですけど、やっぱり外で喋るってさ、気違いじゃん。だし迷惑だし、そんなめちゃくちゃ喋るやつがいたら俺嫌だなって、怖いなって思っちゃうから喋れないですよ。本当は怖いなっていう考え方がなくなったら、いつしか俺はもう外に出てめちゃくちゃ独り言っていうかね、こんなノリでブツブツ喋り続ける鬼人にはなりますが、まあ、本当におかしくなって、そういう感覚がなくなった時にね、外出歩いてブツブツ喋るんでしょうね。まあいいですけど、それができりゃいいんだが。まあね、和気かいいわ。最近こっちの脇がくせんで穴が開くの、脇に。定期的にデキモンがパーンって破裂した後がね、ひどくなって穴が開くんだけど、多分ストレスだと思うな、穴が開きっぱなんで。でもなんかね、脇の匂いがね、明らかに臭い匂いがちょっとずつ減ってってるんで、脇の穴が多分塞がってってる。ほんとお父さんのせいです。お父さん俺すごい嫌いなんで、お父さんのせいでこうなったんで。だからといって別にお父さんになんか法的な裁きはやんないでください。お父さんお金を稼いでるので。ね、今は別にお父さん何もしてませんが。何もしてないと、お父さんね、変わりましたよ。でもね、許さないですよ。許さないとかせないとかじゃない。なんかそういうものがもうなくなった。本当にひどいことされすぎて。なんだろうな。毒をやっちゃ毒親なんだけど、どうせ世の中から見たらそんなのっていう一番うざい毒親。どうせ、いや、そんなまだまだだからだみたいに言われるから、でもそんなこと言ってくれたらいたらぶん殴りますけど。でもいろんな毒親がすごいちょうどいい、その変なバランスの取れた毒親。クソだなって思います。まあ、母親もね、そっちの傾向強いですからね。やっぱバカはもうどうしようもないよね。でもまあバカの ね、親に生まれてもね、そこそこ幸せで、そこまで大バカじゃなかったんで。やっぱ幸せですね、今。めちゃくちゃ辛いけど、めちゃくちゃ幸せ。いやー、高校なんか行かなくてよかった。まあ高校っていうか、別に高校もね、行けないし、中学も行けないですよ。やっぱり行けなくなったので、無理だった。俺には無理なんだなって分かったし、頑張ろうとしたんですけどね、めちゃくちゃ頑張ったりしたり、通信制行ったり通信制にしてみたりしたんですけど、やっぱ無理だもんは無理だな。できないもんっていうのはあって、俺はそれができなかったんですよ。まあそのなんか精神病がなくなりゃ、それはできたかもしれんけど、まあ、戻ったところで楽しくないしね。俺は別に何言われようとも、事情に知らない人間がああのこうと言って、お前事情も知らないのによく言えるな、ゴミクズが死ねってね、言うだけなんで、何言われてもいいんですけど、まあ、何言われてもいいって言って、やっぱ悪口言われたら傷つくんですけど、まあ、傷つけてこいつは本当の人間底辺なんだろうな、と思って。お前は人生何一つ楽しくないし、お前は人の自分の中で評価を下げて、自分が幸せになってる、
と思ってる、錯覚してるバカだし、人のことを下げれば自分もちょっとずつ下がってるのが分かんないのかな、本当クソアホがと思ってるので。俺のこと悪口言ってもいいですけど、俺は俺のこと悪口言った人は絶対にそういうなんかトロッコ問題とかで出てきても全員殺すんで、100人いようが1万人いようが殺すので、はい、ね、もうトロッコ問題でね、普通の一般人男性1人と1万人の俺のアンチだと、迷わず俺は1万人のアンチの方にね、電車が行くようにするので、やっぱそもそもアンチしてるやつってしょうもないんですよ。なんか嫌だなって思うのはありますよ。確かに今週のね、あのヤダのマケドリさんのね、スポポヌベッチ屋台はほんとクソだなと思います。俺は食べないようにしようと思いますが、スポヌボみたいなね、そりゃ売れないよっていうカスみたいなのも売り上がってよって思ってます。本当にそういう展開あるんだって、ね、ヤダのマケルさんって絶対負けにいってるよね。怖いな、あの人。精神分裂症じゃないけど、なんかさ、絶対なんか勝ちに行こうとしてるけど、なんか負けに行こうとしてる人格みたいなのがせめぎ合ってる、そういう病気の人だと思う俺は、あいつは。でも男どもの妄想でね、ヤダの負けるのね、あの可愛さがめちゃくちゃ上がってるんで強いです。強い。でもコミさんはコミショってやっぱ可愛い女キャラが多いよね。目めちゃくちゃ面白いけど、目がさ漫画のさ、めちゃくちゃ白目でけえさ、クソ面白い目してくれる。やっぱり可愛いキャラ多いよね。結構さ、人数も多い、いっぱいいてさ、キャラが大体可愛いじゃん結局。俺は推しキャラやっぱおどか静かですね。多分名前間違ってますが、コミさんを驚かせようとするお化け役が上手い人、あれは多分ね結構可愛いと思います。髪でほぼ隠れてるんですけど。あと騎士の姫子ね、全然顔が分からんけど、そこそこいい面してんだろうなって思います。藤虎かよな、どんな顔してんですかいみたいなね。きっといい顔してんですよ、ね、優しい顔してんだろうなって。フジトラディス、すっごい顔すごね、失敗ホームベースだね、こんななってるもん。ホームベースってこうじゃん、ね、ホームベース失敗作、こうこうこうですからね、ね。すごい顔でけえわ、ここの肉、ハジマの頬肉。そんな美味しくないと思いますよ、肉食なので。いやでも楽しいな、結局やっぱ喋ってる時がねすごい楽しい。やっぱ喋っていこうかな、喋ってる時でやっぱ別に頑張ってねえわ。でもまあ一応休み休みやるけど、なんかやることなくなったら喋るわ。喋ってんの楽しいな。よかったな、こんな楽しいことに出会えて。なんかわかる気がするよ、ジョン・レノンとかがさ、別にお金なんかいらないよな、国境なんかいらないよなって言うけど、いやでもあなたお金持ってますよって言うけどさ、ジョン・レノンとかってめちゃくちゃ愛してる人がいたり、めちゃくちゃ音楽が好きだったりね、楽しいなって思ってたらさ、そんなお金いらんよなって思うよな、やっぱり。俺もね、でもなんだかんだ言って幸せだな、めんどくさいこと全部お母さんたちがしてくれてるし、ありがてえな、やっぱり。感謝こそ幸せなんだよな。でもさ、心の底から感謝って失ってまた戻ってこないとやっぱ感謝はできないよな。嫌だな、失って戻ってこなくても感謝させてくれよ、心の底から。でも なんでどういう時感謝するんだろうな、わかんねえな。でも結局感謝が幸せに結びつくよね。幸せってことは俺好きじゃなくてさ、幸せって曖昧にしてるじゃん物事。まあ生きてるだけでも幸せだしさ、まあそれがすごい辛い状況じゃなきゃさ幸せだと思うんだよ、ただ息をしてるだけなの。
すごいなんかさ、もう常に痛みを伴う病気みたいなのじゃなきゃさ、幸せだと思うわけよ。常に親に殴られてるとか。ね。そういうのじゃなきゃ幸せだとは思うんだよね。でもなんだかんだ言って暴力とかさ、痛みがなければ、そこそこ幸せでな、精神的な痛みとかさ、肉体的な痛みがなければ人間ってそこそこ幸せだと思うな。でもこの世の中って結局肉体的な痛みとか精神的痛みはどっちかだからな。両方とかさ、どっちもないってことってむずいよな。なんだかんだ言って不幸な人たちってさ、不幸って結局痛みだからな。やっぱ肉体に痛みが来れば精神に痛みが来るし、精神の痛みが連なっていくと体が動かなくなってくるしね、どんどん。嫌だな、やっぱ辛いことしたくないな。ヒロトさんはね、辛いことを無理やりにでも分からせてやるために高校行くんだって言うんだけど、まあ、辛いことした結果壊れちゃってね。無理したせいなんだけど、それでもやっぱガキには無理、今無理してるのかしてないのかどうか分かんなくてさ、まあ、分かんないんだからしょうがないよなっていうので、今こんな状況です。一応もがいてみましたけど、あ、やっぱ合わないなと思って、まあ別に俺に文句言ってくるやつがいるんだったらな、うるさいなって思ってね、ちゃんとゴミクズ認定してあげますのでね、俺にゴミクズって思われたい方はね、俺のことを悪口言ってください。別にあなたがどれだけ偉かろうと、俺の悪口言った時点で俺の中であなたはゴミクズなので、人の悪口言うのってしょうもないよなとか言いつつ、俺が悪口言ったりしてるのかっていうけど、あんまりないんですよね。あ、つまんないやつ本当やめてほしいなと思いますけど。だツイッター見ないようにして、最近ね、あれなんですよ、iPhone のめちゃくちゃ物をさ、いっぱい入れるやつあるじゃん。アプリいっぱい入れる、その、フォルダみたいなモードにした時にさ、めちゃくちゃ奥までツイッターを押し込んだ。でもやっぱりな、インスタグラムやめよう。ほんとしょうもないから。やっぱ SNS ってつまんないな。ずっと喋ってた方がいいわ。よくわかんねえ、ガンダムの。でも俺ガンダムの監督嫌いだけどね。確かに SNS がクソなら分かってるけど、お前に言われたくないんだよなって。俺、タケさんも嫌いなんで。あいつのせいでね、ガンダムのね、クソジジイのね、多分老害です、あいつは。老害のよくわかんねえ格言みたいな目にぶち込まされて。もうなぶり殺す。あ、ね、そんなことないのでね。怒りを表現したらそうなっただけなんで。ああ、すごいムカついた、その時は。でも、名言ほどムカつくものはないよね、もう別に。でもなんか、ツイッターってほんとしょうもないよな。夏井フェスタマリナさんもさ、もうレコモドさん好きだからそうなんだけどさ、世界一売れてるものがいいなら、その、カップラーメンが世界一うまいラーメンだろうって言ってた人が、そのカップラーメンの CM でナンバーワン野郎を歌うみたいな、まあ、そういう意図じゃないのが分かってるけどって言うけど、じゃあそういう意図じゃないっていうのが分かってるんだったらツイートするなよってところはあるじゃん。そういう本当にしょうもないつぶやきの中の本当しょうもないつぶやきみたいな、そういう揚げ足取り、俺の好きな人の揚げ足取るがやっぱ許せなくてね。やっぱね、許せない。そもそもなんか、あんまあの人たち CM とかに起用されるの好きじゃないからね、多分。なんかもう率先してやってんのはあれでしょ、ペプシネックスのブリッツリーバップだっけ。俺、あれの英語の読み方わかんねえんだよ。俺、詭弁のことモーベンって呼んでたし、夏井フェスタマリナさん経由で見た、なんか、シックストーンズ、こんな人たちだと思ってたなっていうので、誰かが、それがザ・ボーディーズらしいんですよ。ザ・ボーディーズってのが。でも俺、そいつらのことをザ・バドウィンプスだと思ってて。あ、バドウィンプスじゃないのかって言ったら、ザ・バウンディーズかって検索したら、動画が出てきて、おおって言ってみたら、バウンディーズでもないっぽくて。ザ・ボーディーズらしいけど、じゃあ、ボーディーズのモノマネやるわっていう引用リツイートしてる人がいて、ボーディーズなのって思って。迷宮入りです。もう何もわかんねえ。でも俺はもうザ・バドウィン、どうもザ・バドウィンプスのね、バウンディーズです。まあ、そんなこんなでね、羽島清志郎としてやってますが、いや、羽島清志郎っていう人格はいいね、楽しい。
最高。でも好きかってものを言うのってやっぱりね、良くない。なんでかっていうとね、俺いるんですよ、死ぬほど。やっぱこのつまんないやつ嫌いだなってやついっぱいいるんですけど、なんでそういうやつの話題出さないかって言うと、俺が人気になった時にそいつにいちいち言われるの本当に腹が立つので、やっぱつまんないやつの話題はなるべく出したくない。だってさ、純一さんだってつまんないアンチのコメント読むだけでちょっとつまんなくなったりするじゃん、なんか場の空気が。つまんないやつって本当ね、無視した方がいいんだよ。あいつらはね、毒だから。ゴミクソ。燃えない毒。消せない毒ですよ。最低ですからね。なんでね、アンチコメントなんてね、無視した方がいいんですよ。まあ別に自分のことを擁護してる人のコメント読んだから何ってところはあるので、まあ嬉しいなって思うだけでいいんじゃないでしょうか。まあでも、やることないな、もう。だからって死にたくないな。やること無理やり作るか。でもなんか脱力感はずっとしてんだよな。脱力状態みたいなさ。精神っていうか体がさ、ふわっとした状態っていうか、ぬふっとした状態みたいなのが続いてるから、単純にやっぱうつが悪化してんだろうなって思うします。なんか変な統合失調症的なのも悪化してるし、でもそんなひどくないんだけどね、自律神経失調症。いろいろ精神病マニアです。もう最低でも3つは持ってる。元精神病だね。今は多分うつと糖質だな。なんでかっていうとね、俺ドア開けたらなんか得体の知れないやつが飛び込んでナイフでぶっさらさせれると、ちゃんと思ってるんで。なんで病院行かないのかっていうと、トラウマで病院行けなくて。別に病院にトラウマがあるわけじゃないんだけど、関連してトラウマになっちゃって病院行けなくてね。不幸自慢してるのかっていうとね、してねえよ、アホ。なんですぐ不幸自慢してるのかっていうやつ、イコロスぞ。なあ、本当に。イコロスぞ。いてまうぞ、本当に。マジで。お前の脳みそでシャーベット作るからな。本当に。脳みそシャーベット。インディン・ジョーンズで猿の脳みそ食ってるシーンで、うわーってなった。猿の脳みそ食うんかいって思っちゃって。すごい衝撃的だったな、猿の脳みそ。ガキン頃にやっぱ猿の脳みそ見せないよくないよ。猿の脳みそ食ってる王族的なの。趣味悪いな。趣味の悪さ、ソーセージくらいにしとけ、本当に。ソーセージも趣味悪いよな、最初に考えたやつ。でもそれがもう普通になってるのはすげえな。いやでもなんだかんだ言って YouTube 楽しいね。最高。まあ、YouTube が楽しいっていうより喋ってんのが楽しいわ。そこは間違えちゃいけねえんだよな。これからも喋り続けていこうかな。眠いな。でも別に寝たくないな。寝たいかな。でも別にお金あっても買うものってないな。無駄遣いいっぱいしたいな。手取り1000万欲しいわ、月収。でもそれでもなんか3億くらい稼ぐだけでいけちゃうんだね。3億くらいってね、そんな難しくなさそうだな、俺がちょっとね続けたら。俺が3億稼ぐのは多分簡単だろうな。ちょっと資産を超にするのはむずいと思うけどね。え、まあ3億くらい余裕でしょ。なんたって羽島清志郎ですから。ぶっちゃけまあ羽島清志郎は多分何もしなくてもね、月多分年収300億くらいはいくかな。まあ800億くらいはいきそうだな、羽島清志郎ですしね。まあてなわけでね。てなわけでねっての好きなんですよ。
全然終わる気ないのに終わり文句みたいなの言い始めるの俺好きでね。うん、まあとか言って終わっちゃおうかな。でも終わんのやっぱ寂しいな。ただでさえ今寂しいのに、おじいちゃん死んで。だから動画やめれないのか。おじいちゃん死んで寂しいっていうことは悲しいってことで、寂しいんだよな終わると動画が。そんなこと言ってるやついないよな。ちょ、依存してるんで俺は動画に。でも、まあ、すがるもんはこれくらいしかないのでね、俺はこれにすがるっていうかね、わかんねえや。まあ、すがってます。寄りかかってるわ。うん、寄りかかり心地、寄り心地いいね。座り心地がいいよ。このおしゃべりっていう独り言っていうのは、ね、まあ、なんで独り言してるかって、あの面白い人がいなくて身近に、ああもう喋っててすごい面白いなみたいな、話題も噛み合うっていうわけじゃないんだけど、話題も知らないってことがないなっていう、そういう人がいないんで。お父さんは喋りたくないし、まあペットは喋れないし、お母さんは相槌だけだし、相槌もしてくれない時もあるしね。感情のが全くこもってない相槌をされるんですよ。すごいなって、まあ、思います。まあ、俺が独り言しすぎでね、だせえなんですが、まあね、歯が痛い、歯医者行かなきゃな。まあやっぱ死にたくないでやんすね。うん、死にたくないな。でも別に死に方は何だろうな、いいや、痛くなきゃいいや。うん、まあ生き方は今決めれますんで、死に方をこだわる必要はないと思いますよ。ヒロトさんだって言ってるしね、やっぱ死に方より生き方だよなぁみたいなこと言ってたんで、その通りだなって思って。あ、まあ痛くなきゃいいよ死ぬ時は。まあ死ぬ時大体痛えと思うが、痛くなきゃいいや。痛いのって嫌だな。死ぬ時って多分めっちゃ痛いだろうな。死ぬからめっちゃ痛いってわけじゃないんだけど、死ぬほどのダメージってことはめっちゃ痛いんだろうな。痛いのだけは勘弁。うん、なるべく即死もやめてほしいな。即死がいいって言うけど、即死ってもうちょっと痛いしな多分。うん、で別に安楽死がいいかっていうと安楽死も嫌だな。別に自殺してもないもんな。だって安楽死なんてできるわけないじゃんね、眠った状態でその毒ガスみたいなのでさ、怖くて寝れねえよ。死んでもないよーって言ってさ、ガス室から出てきちゃうよ俺。そのベッド的なルームで、いやー死んでもないよーって。うん、だからねやめとくよ。うん、まあそんな感じかな。今日の教訓はね、板チョコはバリバリ食べようでしたと言いつつ続けます。うん、続けなくていいかな。うん、そろそろ、お、もう3時になった。ちょうど3時になった。3時になったって何も待っちゃいねえが、扉が開かねえ。じゃあおいとまさせていただきます。うんち。